陶芸者っていう自覚はあんまりなくて、ただなんかエンターテイナーではありたいなっていうのは学生の頃から思ってました。 Say goodbye, Carolina Road. Well, I remember in my hometown, I met a pretty girl there. 僕は芸人になりたいと思います。小学校の時から毎日一発ギャグを考えてはノートに書き溜めて、ネタ帳みたいなのを常に持ち歩いてたんです。みんなに笑ってほしくて、みんなが面白いって思うことを常にやってたいから、もしかしたらそもそも音楽があったとしても音楽やんなくなるかもしれないし、だから多分何かしらの方法でみんなに面白いと思ってもらえるようなものを探してると思います。本当に救いのない闇みたいな部分も表現には落とし込んだりしないし、なんか見せたくないものだと思うから、いろんな悲しいこととか苦しいことって自分の中でもあって、人から悩み聞いたりして、そういうので曲作ったりもするんですけど、それはもうなんかさっきも言ってるけど、ずっと言ってるけど、オチを作っちゃえばいい。オチを作ればクリになるから、悲しいことも苦しいことも落としちゃえば、笑い話になればそれはクリだから、大きに。いろんな作品とか他の人の面白い話とか、いろんなアートを見た時にどうしようもなく僕はお腹が痛くなるんですよ。でトイレに行ってそするように曲を書くんですよ。たまに水に流しちゃうんですけどさ、でもめちゃくちゃ大きい綺麗なうんこが出ると見せたくなる時があって、それで人前で歌う的な。僕って死ぬことに対しての恐怖心が多分誰よりも強いので、生きてることっていう言葉を聞くと、なんかつまり死ぬんだって思っちゃうから、考えたことないです。死に関することはもう基本的に昔から大嫌いです。何の意味もなくなっちゃうじゃないですか。いつか死ぬならこれって意味ないなって思うことばかりで、そう考えてると何もできなくなっちゃうから、いつまでも生きてられればいつまでも生きてたいなって思ってます。だから僕の音楽を聴いてもらってどういうふうに思ってほしいかっていうと、すぐに次何をあいつはやるんだろうって楽しみに待っててもらえるような表現、いい意味で安定しない。今の時代っていうのは小さな声が大きな声になるっていうのはもう革命のようなものだったけど、それが頻繁に起きる。いつどこで誰の声が大きな声になるかわからない。簡単に革命が起きる。 SNS とか他人のことを自分のように思える人があふれれば、この他人の言葉が自分の目の前にいっぱい流れるような、人とのつながりが激しすぎるこの時代では、もっとみんながみんな人のことに人に優しくできれば、とても生きやすい時代になるので、それまではもうちょっと時間がかかりそうだなっていう意味で満足はしたいんですよ。システムが悪いんじゃないと思うんです。 SNS とかそういうものが悪いんじゃなくて、人々がうまく使えてないっていうか、優しさが足りない人が多いから、もっと優しい人増えればいいと思います。